入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。モナビズムの今井です。はい、宮田です。こんにちは。本日の受験トークはですね、はい、特別企画ということで、はい、相席食堂形式で僕の合格対談動画を見ようじゃないかとこれ絶対おもろい。いじり散らかしてやろうと。これおもろいよだっていつ18歳の時やから約10年前ですよ。マジで10年前マジで約10年前9年前10年前とかの世界ですね。いやそうやな、だって2期生今11期生やもん。そうっすね。9年前、はい、やばい。え、うそ、恥ずかしい。俺も恥ずいわ早速ね見ていきたいんですけど、僕の、まあ、ヒアリング能力も今井先生の喋りも本当に季節というか9年前の9年前やなって、はい、なんで温かく見守っていただけると嬉しいなっていう感じでございます。はい、それではどうぞ。うわ懐かしいオープニング。 YouTube 校言うてる第一号合格ちょっと待て若いな。なんでジャージなの晴れ舞台に。いやいやほんまやで懐かしい。高校のジャージで来てるやん。まあ恥ずかしい。俺もめちゃくちゃ若い、細い。やっぱちょっと太ってるな。やっぱりスーツもチャラい感じのスーツ着てるな。この時から首ないなええねん、もうちょ本編行こう、はい、本編行こう。第一志望合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ね、今井は俺ちょっと言いたいことが、最初言いたいことがあって、最初言いたいこと、まあ2年生の夏から入って、うん、で逆境結構あったと思う、うん、ね、はい、あります。3年のあれいつやったっけ、春やんな、はい、顔面陥没骨折して入院して病棟で iPad で授業を受けて。ちょっと待て。そうですよ、これがね、うん、オンラインコースを始めるきっかけですよ、はい、この他の塾はみんなオンラインコースをコロナ始まったから頑張って早急にやらなあかんでっていう話なんですけど、9年前に今井が陥没骨折したからだから病院行って、その時にね今井が授業それでも受けたい、病院で受けたい、入院しても受けたいって言うからカメラ買ってきて、カメラで授業撮って、でそれをパソコンに入れて、パソコンから今井のお母さんが持ってきたタブレットに入れて、そのタブレットをお母さんが病院に持っていくっていうオンラインコースやったんですよね。数ヶ月間、2ヶ月ぐらい、そんなオンラインコースをやっても、これはもう、まあ、その当時クラウドっていう言葉もなかったぐらいで、はい、うん、ウェブにアップしてそれをダウンロードして見れる形にしようってなって、だから今井の次の年ぐらいから始まったんですよ、ね、はい、オンラインコースが、うん、今のその校舎のマナビズムの校舎でやってることをオンラインでそのまま受けれるっていうものにどんどん毎年磨きをかけてやってますんで、うん、安心してオンラインコース来てほしいなと思います。宣伝になってもうた、もう早速次続きいきましょう、はい、うちの塾で学年トップになり、まあ、めでたく合格を収めてくれましたが、うん、その、うん、今井君としてはその人と何が違った、そういう逆境があってもこう成功したのは人と何が違ったかなと思って。ええー、こと聞くな僕が常に心がけてきたのは、うん、例えば自分が立てた目標を 100% って考えたとすると、うん、例えば僕はさ、英語も結構完成されてきてて、自分が思い描いてた知識とか、うんうん、ドット系とかはもう洗練されてきてたんで、絶対間違ったの方がいい。後半ぐらいからは、はず。赤本を1日1個やるっていうので、目標をずっと立ててて、うん、それはコンサルティングは僕はしてなかったんですけど、はいはいはい、実際にこういう風にやりますっていう計画表を先生に出してやってたんですけど、例えば1日1年解く、うん、ちょっと待て、ここはちょっと待てだ、ここはちょっと待てや、ここはちょっと待てだ、うん、ちょっと説明しちゃってください、はい、ちょこちょこね YouTube の受験トークの中でも言ってるんですけど、僕らの代の夏明けから自習コンサルティングっていうサービスがスタートしたんですよね。でその時にまあ一人の担当の先生と毎週面談をするという計画を作るっていう風なものなんですけど、それの僕の担当が今スタディサプリの岡本里奈先生なんですよね。その当時僕と一緒にね岡本先生古文を教えてまして、はい、で僕も古文科講師なんですけど、古文を2人で教えるというね、ことをやってましたね。リッチすぎましたね、はい、リッチすぎたでもその岡本先生ですら今井が全然言うこと聞かへんからほんまに手を焼いてねコンサルされてましたね。そうっす
で、まあ、僕はもう毎週じゃなくていいと、計画の確認は1ヶ月に1回僕が計画作って岡本先生に提出するから、なんか突っ込みどころあったら突っ込んでくださいっていう風な自習コンサルティングをしました。で、僕は今でもこれがコンサルの理想形だと思ってます。あ、確かにね、自分で計画を考えて、足りないものを考えて、どういう風に工夫していったらいいかを自分で考えれるようになるからこそ、ほんまのプロの受験生になってると僕は思ってるので、みんなもそこまで目指して頑張ってほしいなという風に思います。今やったら週1回岡本先生と喋れるって、もうえげつない、もうえげつない、ね、はい、じゃあ続き、はい、じゃあ今井から見たうまくいった受験生と失敗した受験生の違い、決定的な違いみたいなのがあれば教えてください。はい、僕はこのマナミズムっていう塾の中でも、うん、質問がうまいというか、自分でちゃんと考えてきた質問をする子と、うん、はい、単刀直入に答えを求める人の二通りに分かれたと思うんですよ、はいはい、でやっぱり徹底自習管理って言われてるから、うん、自習の時間が長いのはどの塾に入っても当たり前で、うん、やっぱり質問っていうのは必然的に出てくるものやから、うん、やっぱり質問のレベルっていうのも、ちょっと待て、いやこれな、今も言うてんな、今も言ってますね、同じこと。やっぱりその塾で指導していくにあたって、魚を与えるんってむっちゃ簡単やん、めっちゃ簡単。で結構俺が個別指導の塾って結構僕はあんま好きじゃないんだけど、多いのってその大学生の先生とかだったら、生徒が解いてます、で答え持ってます、その答えを分からんかったら解説ともに言うだけみたいな、うん、そんな指導がある場合が多いから、そうじゃないところももちろんあるんだよ、そうじゃないところもあるけど、そういう場合が多いから、そう、嫌なんだけど、それって魚を与えてるだけやから嫌な、いや そうじゃなくて、その大学受験を突破しようと思ったら、魚を与えるんじゃなくて、魚の釣り方を教えないと結局結果が出ないから、うん、そういう意味で魚くださいっていう質問をしてくる生徒と、釣り方を教えてくださいってする生徒ではやっぱり結果が変わってくるっていうのは、うん、今でもその思想は変わってない、やっぱりね、間違ってないなと思います、はい、やっぱり質問っていうのは必然的に出てくるものやから、うん、やっぱり質問のレベルっていうのも僕は意識してて、うんうん、直接自分の答えをどうか聞くより、うん、矢沢先生とか、うん、英語に国語に記述にしても山本先生の意見を仰ぐとか、うん、自分の答えを直接そうパッパって修正してくださいじゃなくて、矢沢先生なら、山本先生ならこの文章を読んでこういう風な記述を書くっていうのを教えてくださいっていう質問をしてたんですよ、うん、それ僕は割と自分の質問は上手い子かなって言われてたし、17、18でこれ言えたら素晴らしい、やっぱ質問が上手くない子はやっぱり俺みたいに全員がメンタル強いわけじゃないから、自慢が多い、ちょっと待て、先生たちアドバイスしてくれるんですけど、はい、分かりました、頑張ってみますっていうのはあくまで人から与えられた答えであって、うん、僕が思うのは、うん、やっぱり自分で考えて、まず答え、自分なりの答えを探してから先生たちに、先生ならどう考えますかとか、うん、僕はこうこうこう思うんですけど、うん、どういう思いますかっていう聞き方の方が、確実に自分で考えてるっていうのもあるし、うん、先生たちがこう解いてる、あ、じゃあそれ真似したら俺もいい、ちょっと待て、今でもさ、この考えでやっぱ指導してんじゃん、そうですね、もうずっとそうです、先生も言ってんじゃん、これでも、はい、生徒に僕は答え求められてもすぐ答えを与えないように指導してるんですよね、うん、僕はまあ癖というか、僕のそもそものやっぱ根幹がやっぱここでも言ってますけど、これなんで、まさに、うん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 、なんかやっぱり例えば英語長文できないんですけど、どうやったらできるようになりますかって聞かれても、うんうんうん、やっぱなんか例えば音読やってるとかって聞くのは別に簡単ですよ、うん、なんか音読が一般的にいい答えを渡すだけやったら、うん、やっぱそれじゃ足りないんで、じゃあ今何ができてないのっていうヒアリングを入れることとか、自分はどうやったらできるようになると思ってるみたいに、みんなが、生徒自身がやっぱ考える力つけるようにね、うん、導くようにはしてます。素晴らしいです。それでは最後に、今現段階でどういう大学生活を送りたいなと思ってますか？受験生活で僕が意識してたことの一番大きいものは、うん、大学、その大学受験も、うん、大学に入学することも、うん、大学で送る生活も、うん、全部ただの通過点、うん、俺はそれをずっと意識してるんですよ。教育を一心に受けてる。結局、安田先生とお話ししたんですけど、うん、じゃあ同志社に志望を変えます。浸ってるな、うん、言ったのも通過点であるって感じ始めたからで。確かに。それで、安田先生に教育志望言われた言葉で僕がもうほんまに印象に残ってるのは、うん、受験生活において一番大事な時期は
やっぱり夏休みやと思うって最初に言われて、うん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 、で人生においての夏休みの期間は大学生っていうのを言われてて、じゃあ受験生活において一番大事、一番なんかしなあかんのが夏休みなら、人生においての夏休みでなんかしなあかん、うん、大学生活っていうのは僕にとっての夢を叶えるための前段階とか、うん、そういう技術やったりとかを学ぶ場合。ちょっと待って、俺ええこと言うてんな。えらいええこと言うてんな。授業でもひたひたに浸ってる学びずのマインド、矢沢マインドをもうビタビタにもう瓶ずれにされてる。いやほんまに今でもこれ言うてんもんな。今でも言うてんもん、ずっと変わってないよねやっぱり。いやほんまにその大学の名前、まあ、もちろんそう取りに行くために1年間勉強するんやけど、うん、結局一番大事なのって入ってからの方が大事だと僕は思っているっていう話ですね、うん、だから東大京大に行ったとしても大学生活4年間とか6年間とかっていう棒に振る方もいるし、でも全然名の通ってない大学に行っても4年間素晴らしいものにして素晴らしい人生を手に入れるっていうね子もいます。まあその割合がね、いい大学に行けば行くほど多いのかなとはもちろん思いますけど、でもそんなことは結局その評価されるのって高校3年生とか浪人生までの勉強を学歴って評価されるからさ、うん、でもその後ってもちろんその学歴で評価されないというか、そうそう学歴だけで評価されないから、うん、そっちを頑張ってほしいなというふうに思って、それで送り出したいなっていう思いはやっぱまだ変わってないですね。みんなにこう思ってほしいですね、今のビズマのみのりもね。いやほんまにそうやわ、うん、ほんまにそうとか、そういう技術やったりとかを学ぶ場であるっていうのを考えててずっと、うん、まあ今も簿記の勉強も初めてなんでしょうけど、はい、もうやってたな。ちなみに今2月です。塾もうほんまに塾してるはずなのに来すぎです。もう経営者になりたい、うん、っていうかもうなってる自分を想像してるんですけど、うん、こういう経営者になりたいとか、うん、まあ、具体的に何の会社をするっていうのはこれから大学で見つけるっていう、うん、そういうのも人生の夏休みっていう大学生活4年間の中で最も大切なことかなっていうのを感じてて、うんうんうん、ちょっと待てですよこれは、はい、でこれ言うて18の時にもう会社は一緒にやってたもんね。そうですね、そう、はい、マナビズムの卒業生たち でやりましたね。やってたよね、はい、うん、まあ、今となってはその会社はそのもともとマナビズムの卒業生の子がもう今はやって、今はマナビズムに来てくれてるっていう形なんだけど、うん、はい、そういう時代もありましたね。懐かしい、めちゃくちゃええ経験やった。懐かしいなあ、そんなこともありましたね。はい、やっぱり大学で学んだりすること、うん、プラスこの塾で学んだのは一つのところで学ぶ以上のことを学ぶ、うん、俺の中では大学で学ぶことはもちろん吸収する、うん、いるところだけはもちろん吸収するけど、うん、それ以外のところ、例えば矢沢先生にいろいろ教わったり、うん、土野先生に教わったり、山本先生に教わったり、うん、林先生に教わったり、そういうのを全部吸収して、うん、もう全然誰も寄せつけない、うん、もうほんまに最高の大学生になりたいっていうのをこの4年間で叶えたいんですよ。ああ素晴らしい。もう大学4回、早かったら3回までには、うん、まあ、矢沢先生は3回に起業、うん、2回も終わり、2回も終わりに起業したから、うん、ほんまはそれを超えたいんですけど、うん、いけますいけます、全然いけますよ。超えたいんですけど、うん、僕の中では3回から4回でお金ちゃんとバイトしてちゃんと計算して貯めて、うん、自分の好きなことをやりつつ夢に近づいていくっていう大学生活を送りたいです、うんうん、はい、今の話を聞いてすごくいろんなことを思ったんですが、人と同じことやってる、人と同じ世界でただ頭が賢くなるっていう世界で勝負してたら勝っていかないよ、これからの世界ね。その中で絶対コモディティ化しない、人と同じことをしないっていうことは非常に大事なことで、だから最初その早稲田その通過点だっていう話じゃないか、その早稲田行くことも、早稲田行くところからその同志社行ったとしても、同志社行かんかったとしても大学受験やめたとしても別に何でもええけど、人とちゃうことせえ、絶対自分のやりたいことせえって俺はずっと言ってたよね、はい、それはどういう人生になろうかね、絶対にこうはみ出してほしくないところだと思います、はい、絶対に自分のやりたいことをやるっていうことね、はい、そうやね、はい、じゃあこの動画はここまでにしておきましょうか。はい、1年半やね、はい、本当にご苦労様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。
最後の何いや終わりましたけど、はい、久しぶりに見て どう思いました。総合的に100点満点で言ったら2点。もっと上手く喋れたやろ。やっぱ今見たらね、あ、まだまだ幼いなっていう風に思うし、やっぱね鼻につく。俺はこう思ってたからちょっとやっかましいなと思いながら。確かにこんな偉そうな合格対談なかなかないな。なかなかない。もっとみんな頑張りました、ありがとうございましたみたいな感じだったけど、自分がなんかもう自分だけの努力で受かったみたいな。いやでもやっぱなんか見てて思ったのは、こうマナビズムらしい、まあそういう意味ではマナビズムらしい生徒なんかなとは思いましたね、うんうん、まあ、みんながこんな鼻につく子ばっかりちゃうねん。間違いない。僕だけですよ。だけですけど、なんかそういうこう授業とかで言われたことをこう頭に置きながらひたむきに頑張るとかはできてた自信はあるんですよ、それは確かにね。だからやっぱこう合格対談で出てくる話も基本ね、全部多分矢沢さんの授業で聞いた話しか多分僕言ってないですよね。この人生の夏休みの話とかもそうだし、もう全部矢沢マインドがもうピタピタに浸ってるね。あーなーというのはやっぱ改めて感じましたね。うん、俺はねやっぱり最初今井先生は2期生なんですよね、はい、で今年の3年生既卒生は11期生で9年前になるんですけど、その時から考えが変わってなくて、うんうん、よかったなっていう風に思いました。でそしてやっぱり変えたくない、変えたくない、受験勉強は受かるのは当然として、うん、それを受かる上でそれ以上のことをやっぱり学んでほしい、うん、やっぱりどんだけさ受験生の間に英語とか古文とかいろいろ教えたとしてもさ、うん、そういうのって忘れるんよね大学生になっても、はい、うん、でも大学生活が人生の夏休みだっていう話って忘れへんやん、うん、忘れへん、うん、やっぱ記憶に残る、なんていうかな、うん、その知識として残ってるものはやっぱ出ていくというか英単語をすぐ忘れていくけど、うん、記憶に残ってるものに関してはやっぱ忘れへんから、そういうところを YouTube でもたくさん伝えていきたいし、ね、塾生にはもっともっといろんなことを伝えていきたいなというふうに思いますね、はい、そういうふうに感じました、久しぶりに見て。そうですね、こんな機会な方は絶対見てへんから。僕は見たないですからね。鼻につく突き寄るからね、ほんまに、はい、今回の動画がね、受験生の役に立ったかは定かではないですが、今回の動画はここまでにしましょう、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけます。いくつかの簡単な質問に答えるだけで君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します。概要欄に URL を貼っておくのでぜひ受けてみてください。では次回の動画もお楽しみに。